どうもエネルくんでーす今日はね森口翔太一生懸命が最近ね炎上してるんすよめっちゃ炎上しとってで俺は炎上商法なんじゃないかって思ってるんすよでね今のな時代ねあの炎上商法ってあの画期的なアイデアやし俺もやりたいぐらいいかなうん俺もやりたい俺も炎上したいねうんって感じであいつ昔からいいやつなんよめっちゃええやつであのー、そんな,なんか人に誹謗中傷 誹謗中、噛んだ。誹謗中傷することとかあんまりないから、あの、俺は、あの、炎上商法なんじゃないかって思ってるんすよ。ほな炎上商法やんけ。炎上商法で決定やそう。俺もね、炎上商法やと思ったんやけど、あいつに話聞いてみたら、90歳になってもやり続けたいって言ってたんすよ。ほな炎上商法とちゃうか。 90歳になってね、炎上商法するやつなんかね、いませんのよ。死ぬ瀬戸際にね、炎上して、これ先、これから先、どないすんねん。こら炎上商法とちゃいますわ。人の嫌な部分見つけて、晒すようなアカウントに、DM で誹謗中傷してたんすよ。ほな、炎上商法やないかい。そんなアカウントにね、DM で誹謗中傷したら、晒されるに決まっとるんですから。 あいつらみたいなもんね、それが生きがいなんですからね。そら炎上商法確定ですわ。うん。でもね、あいつね、あの、X のアカウント乗っ取りされてたらしいんですよ。ほな炎上商法とちゃうか。アカウント乗っ取られたら、どうしようもないですからね。なんならかわいそうなぐらいですわ。そら炎上商法じゃないわ。でもあいつね、YouTube でもね、あの、悪口言ってたんですよ。ほな炎上商法やないかい。 YouTube は乗っ取られてないのにそこでも悪口言っとったんやったら炎上商法で確定やないかいでもあいつねマラソン走った後にすぐしたくなる言うてたんですよこん炎上商法とちゃうかマラソン走った後なんかねあの清々しい気持ちで炎上商法するやつなんかいませんのよあのマラソン走った後なんかね あの、賢者タイムと一緒なんですから。一緒の性能ですよ。あの、賢者タイムの時と一緒やで、それは炎上商法とちゃいますわ。でもね、あいつね、太ってるんですよ。こんな炎上商法やないかい。太っとるやつにね、悪いやつはね、いませんのよ。ってことでね、えー、っと、ここで最後にして、えっと、最後に真実を話したいと思います。 お尻り派かおっぱい派かって聞かれたらどっちも派って言ってました。